はい皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋貴子です本日のテーマはマーケティングは感情コントロールからお客様の本当の声を見失わないコツということについてお話をしてみたいと思います、えー、とこ,こちらはですねあの、まあ、実際にクライアントさんと話をしていて、えー、ご本人もね気づいていただいたお話なんですけれども あの結構ですねマーケティングってあちょっと言葉で言うとですねマーケティングっていうのは売れる仕組み作りというあのまあそういうウェブ上でね集客をしていくときにあ使われる言葉なんですけれどもその仕組み作りの中においてまあ例えばお客様の声って、えー、っと講座が終わった後ももちろんそうなんですけれども 企画の段階とかでも聞いたりするようなこととかあるじゃないですか特にすでにもう通ってくださっているような方がいらっしゃる場合に先生、こんなのやってほしいんですけどあいいねとか、えー、こんな風なのはいらないですとかあそうなんだとかまあそういういろんな声ってあの関係性が良ければいいほどまあいろいろ聞けたりするじゃないですか。ままああとは関係性がだだ構築できててない方だって えと何か声があればあそういう方もいるんだなっていうふうに捉えれば企画、えー、要はどういう商品を作るかどういうサービスを作るかという点ですごく参考になるわけですよね。でこの時にあのいつもこう皆さんの話を聞いていてうんとその企画作りとか真実の答えにたどり着く上で。 邪魔になるななるると思ってののがご本人の感情なんですよ <laughs>、あのー、私、感情価格術とかですね感情時間術とか感情営業術とか感情となんとかっていうそのセットの本を書いてるんですよ。でそれはじゃあなんで書いてるかっていうと結局、ご本人の捉え方によってじゃあ売り上げが10倍になったりゼロになったりしちゃうんですよ。 ご本人の捉え方だけでだから、感情っていうのがどれほどマーケティングとかそこにおいてその向き合う感情ですよ考え方ねで。これが結局、その方の考え方がその方のビジネスのスタイルを決めてしまっているので例えば売上を上げたいもっとお客様に喜んでもらいたいって言ったらご本人の感情の捉え方を変えないとダメな場合があるんですよ。 で今日はその事例をちょっと実際にあった話があったのでそれを事例としてねお伝えしていきたいなというふうに思っているのが今日のテーマですじゃあ、えっと、実際にどういうことがあったのかっていうねマーケティング感情コントロールっていうことをお伝えするんですけどこのケースっていうのはあのちょっと複数人2人かないるんですけれどもえっと私の考え方と その方の方考え方が違うんですよで違うっていうのはどういうことかっていうと例えば私の思う方向性っていうのが主にお客様に寄り添いかつ集客とか売れる仕組み作りマーケティングがうまくいっているという状態で皆さんに指導しているんですね。 ということは、私の考え方が一つうまくいく基準値になるんですよ、まず、まあ、だから指導してるんですけれどもね。とすると、私がえそういうふうに思っちゃうのって思うことがあるということは、その方の考え方が売れる仕組み作り、お客様の満足度を高める喜びの講座作りという視点からずれているということになるんですよ、私がそう思わないからということですね。 なので、それがご自身で考えちゃうと勝手に残念に思って勝手に落ち込むケースとかがあるのでそうじゃないよっていうお客様の言葉を素直に捉えてビジネスに転換するんだったらどう転換できるかなっていうふうに考えるということが必要になるんですよ。 なので、まあ、事例をちょっと実際に挙、ね、げてお話をするんですけれども例えば、えーと、レシピとかを教える講座とあとまあ最近、ね、増えてますけれどもディプロマを渡したりとかするような時って集客のことも教えるような講座がセットになっているような講座とかあったりするケースがあるんですよね。でそうすると、まあ、その方が、あのー、実際に、まあ、生徒さんに、ね、言われたのが あの私はあのレシピだけあればいいんですってだからその集客とかのそっちの講座はいりませんっていうのを言われたらしいんですよねでレシピだけでいいんですっていうふうに言われたのがまあその彼女はショックだったらしいんですよでそれは思い入れを持って、えー、とレシピだけでは教室はうまくいかない だから集客の勉強もしなくてはならないという、まあ、ある意味、もちろん正しいんですよレシピだけあったってお客さん来ないですからね <laughs> その集客も教えた方がその方はうまくいくだからセットにしようっていうふうにその方は強く思ったわけですよ経験値からね。で、そういう講座を作りました。 ところが私はレシピだけあればいいんですって言われたことにそれをまあ否定されたというふうに感じたから悲しくなって残念な気持ちになったっていうふうにおっしゃったんですよだから落ち込んだっていう感じですその方的に。だっって自自分分の作たた講座を否定されたないしは自分が すごく教えてあげよう助けてあげようって思ってる自分の助けいらないのかという話になっちゃいますからねその方の感情の観点から考えると。でだから落,ち落ち込んだからなんかそういうなんか売り,売り方は嫌なんですみたいな感じで言ってたんですよ。でそれを聞いた時に私は全然真逆で。 それを残念にも思わないどころかレシピだけでいいんですって言われたっていうことはこっちは、えー、とこれをセットにしてつけた方がためになるよね思ったけれども相手はそこはいらないっていうタイプの人もいるもちろん喜んで受ける方もいらっしゃると思うんですけどね。ということであそういうニーズがあったのかなるほどって言ってじゃあレシピだけ売る講座もやろうかなみたいな感じっていうか販売方法をやろうかな。 っって思っちゃうんですよ私だったらだってそれをいらないっていう人がいるんだったら外した状態で売れるんならそれでいいじゃないですか。でその本人が時系列がずれてレシピだけ買ったけど先生やっぱりあの集客の勉強必要ですねって言ったら後から追加で売ればいいわけじゃないですかだからご本人がセットで売りたいっていう気持ちを受け取ってもらえなかったから残念だったっていう自分が 自分でで勝手にに残念に思っっちゃゃてるだけなんですよね。じゃあ私だったらどう処理するかっていうとレシピだけでいいっていうんだったらあじゃあレシピだけ売ろうって思います普通にでそのタイプの人があとどれぐらいいるのかわからないけれどもレシピ動画とかだけだったら私の手間かからないからそれたくさん売れるんだったらそれでいいじゃないって思ったりしますでさらにその人たちが将来的にやっぱり集客必要ですよね だってレシピ動画だけでレシピが手に入ったところでそれで自分が作れるようになったからとてお客様が来なければそのレシピを発揮する機会がないっていうのはいずれ気づく時が来ると思っているからです。だとしたらその方が本当にセットで実際にそのセットで買ってる人はいるんですよ。 だったらそうじゃない人がいてその人がそれが欲しいって言うんだったらそれで売ったらいいじゃないかっていう感覚です。つまりお客様がどういう状態で何が欲しいのかに合わせてあの全部バラ売りしろって言ってる意味じゃないんですよ。その人がそういう人がいたっていうことが分かったらあじゃあそういう販売方法を考えようかな他にもそういうタイプの人いるかもねって言って売り上げを拡大する方でしかもそれって売り上げ拡大っていうところも将来 その人が困った時に自分のとこ来てくれればそれでいいわけじゃないですか商品買ってくれればつながりができるわけだからなので残念に思う必要なんてどこにもないのに自分が思ったように商品を買ってくれないから自分が否定されたと勘違いして残念に思うんですよ だから、その感情のコントロールは自分都合で感情のコントロールするんじゃなくてお客様がどういうふうにしたら喜ぶのかっていう感情コントロールをした方がいいっていうだから落ち込む必要もないし新しい意見もらったからそれでいいじゃないかって私が言ったら気づいたんですよ、その方ね。で、同様にこういうふうに商品、サービスは作らねばならないというふうにご本人が勝手に思ってた商品があったんですよ。 でそれを私がなぜそういうふうに固くなに思うのだということを伝えてもっと幅広く考えたらこういうサービスってお客様喜ばないっていうのを拡大解釈したサービスの内容を私、伝えたんですよそうしたら、あそれです私が本当にやりたかったのはそれなんですって言われてだからあの、拡大解釈したらそれ,それになるんですよ。だけど本人はこれしかできない これはやりたくないんですって言うから、やりたくないっていうフィルターかかってるから、全然この広い方向の話が見えなくなっちゃっているんですよね。だからもっと上から俯瞰して、嫌だっていう目線、それも感情なんですけど、から見ないで、なんでもっと広く物事を捉えられないんだっていう話をしたんですよ。でこういうことをやったら喜ばれるんじゃないっていう拡大解釈しました。 ででいいですそれやりたいですって本人が言うからじゃあ例えばこんなサービスこんなサービスこんなのどうっていうの何個か私連続で言ったんですよそしたら「あそれ生徒さんがやってほしいって言ってました昨日レッスン終わった後にえ言ってるんちゃんんゃ生徒さんっていう話なんですよ。だそののの方とと生生徒徒ささんん距離はは割と近くて生徒さんの声は 吸いい上げられるる距離にいるはずなんですよで私が言った提案を本人もやりたいと言っている生徒さんもそれをやってほしいと言っていた過去形ですなのに私と話をするときにそのことが少しも出てこないんですよじゃあなぜ出てこないのか私はそれをやりたくないっていう フィルターがかかった状態で生徒さんの話を聞いちゃってるから、全然違う領域の話なのに、頭に入ってこないんですよ。だから感情が邪魔すると、正しいお客様の声とか意見すら入ってこなくなっちゃうんですよね。見方を変えたら、自分がやりたいこととお客様が求めていることとほぼ一致するんですよ。 <laughs> だけど、規制概念で、自分がそういう形はやりたくないっていうふうに。思っちゃって、ちょっとだけ、ちょっとだけずらして、アイディアを変えるだけで、できちゃうのに。視野がすごく狭くなっちゃうんですよ。だから、感情って厄介だなって。いうふうに思って、聞いていたんです。で、もう一つ、事例として。 えっとこういうお客様がいて「私はこの人にこうなってほしいんです」ま「あ、こうなってほしい」ってこの人っていうかこの人たちですねその講座を受講している人たちがでそれをしてくれないんですっていう話なんですよじゃあそれをやらないとその講座を習ってる人たちって幸せになれないんですかって私聞いたんですよいやそんなことはありませんあの満足してくれてますっていうんですよ じゃあそれでいいいじゃななででですかなんですかんよでもこの講座の目的はこの動画を見てもらうことも目的だったし私はそのためにその動画を一生懸命作ったんだっていうことを言うんですよだけどもう一回確認するんだけどその動画を見なくてもその方たちうまくいってるし満足してるしクレーム言われてないんだよねっていう話なんですよはいって言って皆さんすごく喜んでくれてますだとすると その私が本来見てほしい動画っていうのは必要だったら見ればいいっていうふうに思えれば満足してるからそれで OK じゃないですかって自分がそれを見てもらえてないっていうことで自分が自分で納得できないだけですよねっていう話なんですよだから別にいいじゃないですか皆さん喜んでてで必要になったらその動画見ればいいじゃないですかそうですねっていう話になったんですよ だから、自分がこうしたい自分がこうしたい最初に言った先生もそう2番目の先生もそう自分がこういうふうに思って生徒さんのためにやってるのになんで受け取ってくれないんですかっていう字がだから結局生徒さんのためって言葉で言ってて自分がそうしたことを認めてもらえないのを自分で勝手に残念に思い落ち込んだり残念に思ったりするんですよ。 満足度のゴールはお客様がオッケーならオッケーなんですよ。自分が提供したものがそのまま百パーセント受け入れてもらえなかったとしても、お客様がオッケー出せばオッケーなんですよ。だからこの観点に考えないと、自分の用意した答え通りの答えが返ってこないと残念に思っちゃうんですよ。この傾向はこのお二方だけじゃなくて。 えっとやっぱり集客相談とか受けると自分が予想した通りにお客様が動いてくれないと残念に思うんですそれはその方の概念と観念で相手の方が動いてくれないと残念に思っちゃうんですこれ本当はおかしいですよねだって予測した通りに人って必ず動くわけじゃないからです多様性っていうものがあるじゃないですかただ 集客のシナリオって組むことはできます。ある程度のこういうタイプの人ならこう動いて、きっとこう動いてっていう。シナリオを組むことはできて、そこに乗っかってくる人っています。だけど、十人中十人が乗っかるわけじゃないんですよ。だけど、そういうタイプの人たちって、私がこう思ったら、お客さんもこう動いてほしいっていうのを。十人中十人にその成果を求めるんですよ。で、それが間違いだって。 言っていてしかも落ち込むんですそういうふうにお客様が動いてくれないとだからそれは何が問題になるかっていうと感情コントロールの方なんですよそして多様性を受け入れるっていうことなんですよで、これによって集客っていうか ビジネス運営が失敗しちゃうううんですよそういうタイプの人じゃあ今度その方たちはどういう行動に出るかっていうと私の思ったようにやってくれる人以外嫌だっていうとめちゃくちゃゃくく集客の幅を狭すすることになりますそれかあと私に思った答えを言ってくれない人は嫌だって言ってそういう人じゃない人はもう嫌だって言ってこれもまた集客の幅狭くするので多様性を受け入れるあなるほど。 そういうアイディアもあるか。じゃあその反論を考えよう。この考え方を自分ができるだけでも随分楽に生きていけると思います。だからあの結局疲れて胃が痛くなっちゃったりお客様を責めちゃったりあ今度逆に自分を責めるんですね。そういう集客手法をした自分が悪いんじゃないかとか自分を責めちゃうんですよ。<laughs> だからあのそういうケースって 結局一人相撲なだけで、お客様がうまくいってればそれでいいっていう観点から物事を見ることができないと永遠に集客うまくいかない、えー、自分で作っているうまくいかない世界観の中から出れないことになっちゃいますのでこのタイプの方は要注意です。 承認欲求が強い自分がやったことを認めてくれないとそれは失敗と思うもっと頑張らなくてはいけないもっと頑張らないと、えー、生徒さんに認めてもらえないだから結局自分が主役にななっている感覚なんです。生徒さんが主役だったら喜んでくれたらそれで OK って思えるはずなんですよ、うん、だから自分が頑張ったこととかってどうでもよくてですね 生徒さんが最終的に喜んでくれたら手抜きだろうが喜んでくれたらオッケーでめちゃくちゃ頑張っても喜んでくれてなかったらそれダメなんですよ。そこに気づくといいなと思いますね。すごく頑張ったら評価されるべきっていう考えを捨てた方がいいです。はい。この手の方は自分自身のえー、っと概念とストーリーにとらわれすぎ。 だなってていう,ふうに感じてそれでで苦しむわけですからね落ち込むとか残念に思うとか私からするとなぜ残念に思ってるのか全然わからないっていういや新しいヒントくれてるじゃないですかっていう世界観なのでこの考え方が違うだけで集客量が10倍も20倍も変わっちゃうのって多分想像できると思います。世界のの捉え方の違いです、はい、ということを 今日はちょっとお伝えしたく動画を撮りましたまとめていきたいと思いますマーケティングは感情コントロールからお客様の本当の声を見失わないコツこれはお客様の言っている発言をシンプルに聞く <laughs> 普通に聞くこれが大事っていうことですそこに私こんなに頑張ったのにとか なんでそれを認めてくれないのっていう感情はいらないっていうことです。お客様様が喜んでででれればそよしとできるる多様性を認める感情っていうものがあるといいなっていうふうに思いますのでぜひそういう傾向がありがちな方は一緒にちょっと自分を見つめ直してみてください。ははいそれでは